はい、皆さんこんにちは、レック司法書士専任講師の海野です。皆さんこんにちは、レック司法書士専任講師の鍋島です。はい、今日はですね、司法書士の鍋島先生を迎えまして、司法書士の業務内容や、独立開業後のですね、実際の姿について、簡単に皆さんにお話をしていきたいと思います。どうぞ最後までお付き合いください。それでは鍋島先生にですね、ちょっといろいろお聞きしたいのがですね、先生は開業されてどれぐらいですか？開業して 2年、独立開業、合格は何年でしたっけ？合格が平成28年で、自分の事務所を持ったのが30年の9月。あ、もうすぐ2年ですね。もうすぐ2年、はい。その前は司法書士法人の勤務、そうです。で、勤務の後社員になられた。勤務司法書士で、社員司法書士で、大阪支店の立ち上げにを関わって、 そこを辞めてから自分で大阪で開業して、そうです、今一人で、今一人です。今一人で、司法書士 の開業する方法というか、パターンというのはいろいろありまして、鍋島先生みたいに一人で、独立開業するという方法と、あとは司法書士が複数名集まって共同事務所という方法、それから、司法書士が、今一人でも可能となったんですが、司法書士法人、という形で法人化するという方法などがある。あともう一つあれですね、他事業の、例えば弁護士ですとか、社労士、行政書士の先生などと共同事務所、いろんな資格を持っている先生と、共同事務所を立ち上げるという方法があるんですけれども、今鍋島先生は一人で、司法書士事務所を、経営していらっしゃって、私は今スタッフがおりますけれども、私も司法書士としては一人で開業をしているような状態です。で、今どういった業務をじゃあ中心にやられていらっしゃいますか？今は、商業登記がメインですね。商業登記がメイン、はい、例えばどんな、簡単なところでいくと役員変更、役員変更、本店移転、あと設立が多いですよね。どういったところから依頼が来るんですか？税理士の先生がメイン、あと行政書士の先生、弁護士の先生、あとは、以前に例えば役員変更の登記をさせていただいた会社の方から、ちょっと別の会社を作るからって言って設立とか、全く大阪はじゃあ縁もゆかりもないところに乗り込んでいって。そうです、もともとその法人にいた時に支店の立ち上げって言って行った時はもう縁もゆかりもなし、ないところで、で今そのままじゃあその法人を辞めた後大阪で、はい、じゃああれですか、合格した後その勤務先の司法書士事務所を決めるのは大変でした？就職状況は、レックのプロキャリアさんにお願いをして、最初は合同説明会に行って、でそこから面接4事務所さんぐらい受けさせてもらって、大変ではない、大変ではないっていうとおかしいけど、でも今ね、就職したいのに就職できないって合格者多分いない。多分いないです、いないですね。そのある程度年がいっていようがね、例えば性別も含めて、その就職においてはマイナスにはならない。ならないですね。80で合格された、一昨年の最高年齢合格者の方、1週間で決まりましたからね。今もう登録されて、あ、本当ですか？登録されて今も82歳で登録されて、それ知らなかった。もう元気かくしゃくとやってらっしゃるますけどね。だからもう本当にそういう意味では司法書士に資格受かったのに働き先がないってことは、勤務ないしはすぐ独立するのを含めて、ないだろうなっていう。ないですね。じゃああれですか、独立して一番変わったことは？一番変わったこと、時間の使い方ですかね。良くも悪くもでしょうけど、それ自由度が増した？ある意味増しました、ある意味狭まったっていう感じ。今土日は完全オフ？全然土日も含めて仕事してる、する時もあります、でも平日にも自由な時間もある。逆に平日オフになる時もあります。だから逆にそれがもう我々みたいな自分で独立開業してるメリットですよね。そうですね。だから日中ね、例えば急な
お子さんからの、ね、発熱の、うん、保育園からの、うんね、陽性にすぐ迎えに行けることも、ねうんでまあ、場合によってはできるだろうし、うん、平日に美容院行くこともできるだろうし、ねうんね、あの、ある意味朝から酒飲むこともできるだろうし、まあ、できますそういう意味では、まあ、なかなかサラリーマンとして勤務してるっていうのとはちょっと違う生き方が、そうですね、うんまあ、それは魅力ですよね。一つの魅力ですよね。もちろんね、なんかその何時から何時っていう時間はもう絶対に縛られてるっていうものではないので、うんまあ、もちろんそれに伴うリスクはね、全部自分が受けなきゃいけない、うん、っていう、もちろん緊張感とその責任の重大さとっていうのは日々ね、もちろんあの背負っているとは思うんですけど、うん、本当にでもそこはあの特に女性はすごくその点は、女性の司法書士はみんな言いますね、うん、そういう意味ではまあ、女性でね、こうなんかこうサラリーマンとして型にはまりたくないななんていう人にはすごくおすすめしたい資格ではありますね。うん、じゃ あ, あの最後にあの波島先生、じゃあこう司法書士目指す方に何か最後に、うん、何か何だ何かあのこう良さを良さ、うん、いやこう一言で言うならば一言で言うなら難しいね一言で言うなら。こう自分がこう、ね、あのなってよかった、その 今の生活とか仕事に満足してる方にはあまり向かないです。あ、多分そうだね、うん、確かに、うん、もう安定もしてて仕事も楽しくてっていうなら、あのそれをね、わざわざね自己検査でとかリスクを犯してなんか勉強をとかっていうのは、うん、むしろやめた方がいいです。逆になんかちょっと変えたいと、現状の収入でもいいし、環境でもいいし、内容でもいいし、不満があって、なんとか変えたいんだという人には、まあ、とてもおすすめの仕事というか資格というかですね。あのいろんな意味で人生変わりますからね。変わりますね、うん、じゃあ今日はですね、あのレックのこの秋からですね、2020年の秋から梅田駅前本校であの講師をやってくださることになりました鍋島先生を迎えまして、司法書士のですね、あの業務内容、報酬、まあ、非常にちょっとグダグダトークだったんですけど、いろいろお話をさせていただきました皆さんの、ね、お役に立てれば幸いです。それではあの皆さん、どうもご清聴ありがとうございました。